ばんは、おはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。小助です。今日は Z34 ニスモのチャームポイントと不満なところ、なんでフェアレディ Z を選んだのかみたいなお話をしようと思います。はい、そんなことばっかりやってるとね、こいつらが拗ねるので、ちょっとねエンジンかけてあげて、そこらくるっと回っていこうかなと思ってます。ここにもねあるんですよ、面倒見てあげなきゃいけないね。こいつもとっても大事。3台並べよっか。お幸せでございます。いいね、3台並べて写真撮りたかったんだよね。ちょっと一旦エンジン止めよっか、騒がしいからね。よいしょ。原稿があるんですよ。まあね、このそもそも90年代とか80年代のスポーツカーの値段がものすごい上がったでしょ。今も上がってますけども、良さはわかるんだよね。でも本当にそこまで価値があるのかなって思います。思い出込みの値段ならわかるんだけど、それどこの話じゃないじゃん。もうでもメーカーだって死に物狂いでいいものを作ろうって努力してるわけじゃないよ、ね、で僕らの求めるものと、そういうあるにせよ時代の流れとも戦ってると思うんだよね。メーカーにだって、で絶対俺だと同じような人種はいると思うんだよね。まあだからこうマネーゲームみたいなものにね飲み込まれてしまった車っていうのは、そうね、諦めたというか、なんというか、この辺もそうよね、どんどん高くなってるもんね、びっくりするぐらい。で価格、適正な価格とはどうしても思えないんで俺 GTR を諦めて、その中でもほらニスモってヘリティージパーツとかでね、いろいろ車を乗れる状態にするためにさ、パーツは出してくれてるからとってもありがたいとは思うんだけど、でも高いもんね。なんかもうね、投機の対象みたいになって保存させることがもう最優先みたいな、それじゃもう乗って楽しめないなと思ったんですよ。で現行の車で乗って楽しい車なんだろうって考えた時にね、俺はやっぱりどうしてもマニュアルトランスミッションの車が欲しかったし、でもね、GTR は大好きなんだけど、もうクラッチがついてない2ペダルっていう時点で俺の中では候補から外れちゃうわけ。そう考えるとスープラとか 86BRZ っていうのは、な今の時代でも作り続けてすげえなって、トヨタすげえなと思うんだけど、 RX7 はっていうとね、7も高いもんね、ちょっとなっていう。でそう考えると、ね、だって7なんてもう部品の供給すら危ういじゃない、高いしって考えると、もう Z しかないんだよね。古典的なスポーツカー、誰がどう見てもこれはスポーツカーですみたいな車っていうと、もう本当に少ないもんね。で軽機類はアナログじゃなきゃ嫌な俺ですっていうと、もうこの3、4型の Z しかないんじゃないかなと思うんだよね。だこういった車はまだまだ作り続けてくれてる新しいねやつは、 Z もマニュアルトランスミッションあるもんね。でこいつの唯一不満な点っていうのは、車体の安定度がすごいあるんだよ。めちゃめちゃ剛性があって安定してるから、なんだろう、物足りなく感じちゃうんだよね。ドンってアクセルを踏んだ時に車が暴れる、よじれるっていうとちょっと怖いじゃない。だから怖いぐらいの加速みたいな感じが、なんかね、あれ遅いのかな、これ大したパワーないのかなって思うんだけど、冷静にスピードメーターの針を見てるとピョーンって跳ね上がっていくんだよね。そんだけ怖くなく加速していっちゃうっていうのが、だってね、ノーマルの状態でサーキットのタイムアタック見たって結構立派な速いもんね。そんでそうね、まあなんだろう、スポーツカーに乗ってるっていう満足感は、特別な感じっていうのはやっぱこいつだよなって思うし、この 3700cc っていう排気量なのに甲高い音がするんだよね。この音がまたたまんなく好き。
そうよね、こういうこのくびれ、この部分のグッとくびれてるところがこのリアフェンダーの膨らみとかすごく好き。うん、このグッと奥まったこのデザインのこのホイールもすごい好き。何よりこの、なんだろう、運転席っていうよりコックピットって言ったようなこの内装、このここに座った時のこの感じもすごい好き。まあまあとっても満足感あります。そうね、まあ燃費はめちゃめちゃ悪いし、 EV って何みたいな、そんな車だし税金もすごい高い。でもそんなこと考えたら乗れないもんね。うん、まあまあちょっとせっかくね並べたんで、まあね、この辺のバイクもね、俺このタンクの形が好き、このシャープなラインの入ってるね、やっぱ俺たちの時代の そのスーパースターの Z400FX の流れだよね。これすごい好き。まあ川崎初のこの水冷の大型のバイクっていう、それもいいよね、うん、このサイドカムチェーンのエンジンもまあいろいろ言われてるけど好き。このメカニカルな感じが好き。暴力的な加速が好き。これはもう問答無用で恐怖を感じるような加速をするもんね。うん、電子制御が何もないし、そしてこのクラシカルなね、これは4フォアを4フォアに似せて作ったんだけどね、504って書いてありますけど、このクラシカルな感じも好きだし、もうエンジン全開を目いっぱい回して遊べても大してスピードが出てないじゃん。もう回しきる楽しみみたいなのがあって、とっても好き、楽しいです。燃料入ってないんで、これも燃料入れに行こうと思います。雨です、雨が降ってまいりました。まあね、さっきまでの映像は午前中だったんで、うん、午前中に全部済ましておいてよかったね。ね、単車も動かせたし、かっこいい写真も撮れたし、あの他にね、ま、あの他にまだバイク2台あるんですよ。まあスクーターなんだけど、よいしょ。さあ仕事しましょうか。まあね、さっきなんかパパッと原稿読めからわーっと喋ったんだけど、また内容がちょっと重複しちゃうかもしれないけどね、なんかちょっと喋ってみようかななんて思ってますけど、よいしょ。はい、この動画なんか検索のタイトルで、なんていうのかな、いつも俺の動画を見てる人じゃない人がこう見られることが多いような気がしてます。Z が納車された時の動画がさ、めちゃめちゃ見られてて、いろんな人に、うん、やっぱり納車って響きはいいよね。でやっぱりこの Z のことに興味がある方がこう検索で調べてヒットして見てくれてるみたいなところはあると思うんだよね。だから今回のもそんな感じで、ね、見られる方がいるんじゃないかななんて思ってるんだけど、まあさっき話した内容をもうちょっと落ち着いてね喋ってみようかななんて思ってますけど、そうね、そう、80年代90年代の車ほんと高くなってる。うちの長男坊が乗ってるね、プリメーラなんて、あれも80年代後半かな、90年代初めかどっちかだと思うんだけど、あれはやっぱりね、 F というのもあってそんなに高騰はしてないけど、でも ああいうの狙い目だよね。マニュアルで FF なんだけど2リッターでキビキビ走る、ボディはすごいしっかりしてる、とっても面白い車だと思います。FF に対する偏見が俺はすごくあったんだけど、面白いじゃんと思ってます。うん、それでもね、ほんとね、思い出込みならね、多少高くてもってんだけど、多少じゃないもんね、ほんとになんかマネーゲーム、
だよね。銀行に貯金しとくぐらいだったらこういう車買って持っといた方が値段が上がる的な。うん。でもなんかもうそこ打ったかなっていうか、そこ打ったかな、天井かなっていう。でまあね、アメリカがメインだと思うんだけど、向こうの方の値段がまた落ち着き始めたらもうこれ以上っていうので、慌てて売りに出している方が結構出てきたみたいなニュースもちょこっとありましたけどね。ずっと持っといて、あ、ダメだ、もうこっから先は値段上がんないで下がっちゃうから売るなんていうんで、ポロポロ玉が出てきてる GTR ねっていう状況だったんだけど、この間。うん、まあね、そんな状況で、あと俺は当時乗ってたからまたもう一回乗りたいと思うんで探してたんだけど、よいしょ。そう、メーカーだってね、そんなことは百も承知で新しい車を開発してるわけじゃない、やっぱり。それはね、いろんな人に受け入れられて、いいね、こう喜んでもらえるもの、みんなに愛されるものを開発したい、作りたいって当然思ってると思うんだよね。そっちに目をつむって、流行りだから、高いからっていうんで、そっちばっかり見てたら、まあ残念だなって思うような気持ちにもなってきちゃったんだよね。だから一回リセットして、気持ちをリセットしてよーく考えてみたら、何があるね、俺の条件はね、ちょっと乗ってて楽しくてワクワクするもの、スポーツカー、マニュアルシフト、うん、そこは譲れないなっていう。でアナログメーターっていうと、本当にもう選べる車が少ない。本当に昔はたくさんあった。でそのたくさんあったその車たちがみんな軒並み高くなってる、そんな状況だよね。うん、で考えてみたら、さっきもちらっと映ってたと思いますけど、忍者ね、GPZ900R、 あれも買った時にもう中古車で随分古かったんだけど、ほぼフルノーマル、ちょこっとだけなんかマフラーとシールドが変わってるぐらい、あとシートかなが変わっていったぐらいで、ほぼいじられてないものを当時の新車の価格で買ったんですよ。状態がとても良かったからね。だ当時の新車の価格より上に行ってしまうっていうのは、俺もうなんか違う気がするんだよね。うん、で今回の Z もそうだもんね。当時の新車の価格で程度がいいもの。だってそれが欲しいんだもん。で、程度は もちろんよかったら、よくぞ今までこの状態で保管してくれてましたっていう感じで、逆にお買い得感があるよね。っていう感じです。うん、本当でも選べる車がね、セブン、スープラ、セブンはないね、何もな、今売られてないしね。スープラと86と Z しかなかったな、本当。だから86に変わる日産で言えばシルビアが出てほしいね。うん、まあまあ今出たからってもう買わないけど今出たからってもう買わないけど、うん、でああいう古典的なスポーツカーってもう買えなくなっちゃうんだろうなっていうね、そんな気がしてならない。
ぱり、適正な価格で乗って、まあ、乗って楽しむなんて言ったって、もうカバーかけてしまって、雨に当てないようにして乗ってねえよっていう感じなんだけど。まあ、時期乗ります。時期乗ります。あ、あのね、今日新しい革を発注しました。うん、これはあのイギリスのブライドルレザーね、セドウィック社のブライドル。そして、ワルピエ社は、なんだ、ワルピエ社はブッテーロと油がいっぱい入ってるあれと2種類で、バタラシカルロ社がミネルバリス塩、ミネルバボックス、プエブロと取り扱いがうちはあるんだけど、ワルピエ社はもう一個なんだっけ、あ、今回発注したのはドラーロ、うん、ドラーロ前から気にはなってたんだけど、ちょっと仕入れてみようと思って、きなりと023赤茶とイエローを仕入れてみました。発注しました。すごくねいいと思うんだよね。でドラーロでもう写真を作ってみようかなと。ドラーロってあのなんていうのかな、まあ脂肪がある、型押しではあるんだけど、すごくね魅力的な革だと思います。まあね、来て実際にものを作ってたらね、紹介しようと思うんだけど、マレンマだ、そう、マレンマ、ブッテーロ、ドラーロっていうラインナップで、ワルピエ社はね、それぞれカラーがあるでしょう。だからメインで扱ってる革が7種類で、それぞれに何色もあるからね、在庫するのが大変なんですよ。まあまあまあね、お客様にとっても選択肢は多い方がいいからね。これなんで、これなんで、これ、うん、で、でもな、俺もこうなんていうのかな、食わず嫌いなところがあるのかもしれないけれどね。あのノートオーラの E パワーとかさ、乗ったことがないんだよ。で、マニュアルトランスミッションではもちろんないし、 E パワーでモーターの動力でもね、速いって言うんだよね。面白いよ、速いよって人は言うんだよね。面白いのかなとは思ってますけど、うん、でもいずれにせよね、今俺が上げてきた車は絶滅危惧種だよね、本当に。もうこれから先ね、今回は Z を作ってくれたけど、日産自動車がね、いつまで残るんだろうこういう車って、本当心配になるよね、うん、あとはあれか、乗ってて楽しかった、楽しいというか良かったことっていうのは、本当ね、特別にな車に乗ってる感覚ってめちゃめちゃあるよね、二人乗りだし、うん、あのエンジン音ね最高です。でブログの方には写真の載せてるけどね、あの見た目、あのここがくびれてんのがいいよねとか、あのホイールなんだ
ね、ぶっといホイールだからギュッてこう取り付け面がナットを締めるとか奥に入ってるのがかっこいいよねとかいっぱいあるんだよね。あの内装の感じも好きだし、うん、なんせエンジン音が気持ちいいし。で不満な点っていうのがどっしり安定してるから、それは絶対悪いことではないんだけれど、悪いことではないんだけれど、めちゃめちゃ安定してるから刺激が少ない。これ遅いのかなと思ったら決してそんなことはない。スピードメーターを見てるとピューンと跳ね上がってていい加速してんだけど、それを感じさせないほど車体が安定してる。多分俺単車そりゃ速いよ、 900cc もあってパワーウェイトレシオで考えたらね、100馬力のエンジンでも車体200キロぐらいでしょ、1キロあたり何馬力あるっていう、そのパワーウェイトレシオっていうのがあるんだけど、単車はさ、まあ人間乗っかったとしたってめちゃめちゃその数値が高性能なわけよ。だから市販されてて何も改造してないバイクでも F1 とかああいうフォーミュラーなんかより全然こうその値が過激だったりするわけよ。だからね、加速に慣れてるっていうのも麻痺してるっていうのもあるかもしれないけどね。でも本当車って安定しないし、で例えばドーンってクラッチミートした時にギュギュギュッと言ってこう振られて、うわ危ない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 なんてこうカウンター当てながらすっげえ速く感じると思うんだよね。よじれる感じで怖いから余計にこう刺激があるじゃん。これが何事もなくツーッと前に行ったらさ、でおそらくトラクションコントロールじゃないけど、あの VDC だっけね、スリップ率がタイヤのスリップ率が 15% ぐらいが一番加速がいいとか言うので、こう最適な感じでチュッ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 てちょっとぐらい滑る感じでさーっと加速していくわけじゃん。でカウンターも当てずに綺麗にこう加速していくわけじゃん。そりゃね、どっちがいいってそっちの方が性能がいいに決まってるんだよね。でもこう暴れる車をねじ伏せる的なものがないかなって。だからそれがいいことなんだけど、何か物足りなさにつながってる。贅沢だよねそりゃそうよね。メーカーはそんなことか一生懸命ね安定して高性能にしてるわけだから、そこに対して何かなっていうのは俺が間違えてる完全にとは思います。それは違うよね、そうだよねって理解もしてます。よいしょ。まあ悪い点っていうのはあとはもう持ってるだけでお金かかる車だよね、うん、税金が高い、これもしょうがない。しかし日本の税制はおかしなもんでね、古いものを大切にしている国はね、それに対して税金が安くなっていくのに日本は高くなっていくからね、古くなっていくと早く買い替えろってことなんだろうけど、 CO2 どうのこうの言うけど、その車を廃車にして新しい車の製造時にかかるこの CO2 の排出量の方がよっぽどあると思うけどね。何を考えてるんでしょうか、この国の政治家は。さあ、これはゴリゴリと削ります。これいいっしょ、ブラックビューティー。インナーもブラックなんだけど、まあこのブライドルレザーって浸透紙じゃないんで、ね、いわゆる茶芯という感じでね、コバには色が乗らないんでこういう感じになるんでかっこいいよね。またね、ブライドルって結構磨くとこれ色濃くなるんだよね、この気なりの部分がね。
それがまたね、いい感じです。あ、そうそう、体重ダイエット中のゴスケ屋さん、70キロ割った、60キロ台に入った、入ったんだよ。でまたちょんと戻るじゃん。でまたグンっていくかと思ったら、ここでずーっと停滞しやがって、70キロ以上、71キロ未満みたいな日がずーっと続いてたんだよ。まあ単なる数字だから別にいいんだけど、でもずっと停滞期で、うん、で昨日、あ、このブログの中では、これこの動画が載るブログの中では、この今日なんだけど、妹のところに行ってね、ずっと食ってなかったあのシュークリームとか食っちゃって。そういうのは全部もうピタッとシャットアウトしてたんだけど、なぜか食ってしまって、めちゃめちゃ罪悪感があったんだけど、まあそれ一個食ったからってすぐにそんなドンで体重が増えるわけはねえやとは理解してるんだけどね。でもそれで夕方走って、まあいつものようにお酒はたらふく飲んで、で寝て起きて、いつもと同じ時間に体重を測ったら、あれ割ってるじゃんと思って、ちょっと気分がいいです。こっちか、こっち、よし、はい、ってな感じで、なんか長々と続けてきてしまいましたけども、いやー、なんかいいね、いいね、ほんと広いガレージにずらっとね並べておきたいよね。とってもなんかいいじゃんって思ってます。はい、そんな感じで今回の動画は終わろうと思います。はい、また遊びに来てね、長々喋っちゃった、バイバーイ。